本日は漫画、オリオリスープ、から、荒野のひき肉詰め丸2に挑戦ですある。おっさんは山間レシピで作っていくが、オリオリスープはクックパッドに公式レシピがあるんだぜ。せっかく公式レシピがあるのに、なぜ使わないのですか？おっさんが見つけきれなかったんだぜ。なんと、21世紀になっても Google さえ使いこなせない、かわいそうなやつなんだぜ。あいや、調味料自体は漫画に出てくるから、そこは、それに従って入れていくぜ。大丈夫なのでしょうかある？まあ、今作っている種の味の方は、大雑把でも大丈夫だろう。そういえば、まな板さんが最初から出てくるのは珍しいですね。ぶっちゃけて言えば、豊が休んだからだな。寒くなってきましたからね。視聴者さんも体調管理には気を配ってほしいですねある。映像はおっさんなりに、ゴーヤに入れやすい方法を模索してるところだぜ。あ、ちなみに豊は単なる寝坊だぜ。さ、寒いと朝起きるのが大変ですよねある。おっさんが何か映しているが、意味はないのでカットしといたぜ。おはようございまーす。おはようございますある。やれやれなんだぜ。ギリギリセーフ。あ、頭が痛いから事務所に帰るぜ。お大事にー。さあ、完成だー。家族の感想はどうかな？あ、はい。家族全員から苦いとの感想で、かなり不評でしたある。すげー、すがすがしい負け方。残念。この苦味がいいという人もいるのですけどねある。大人の味だなゴーヤ。今日は漫画オリオリスープより鮭とキノコのクリームシチューに挑戦します。再現ではなく挑戦ってのがポイントだよ。そうだな。鮭とかキノコとか秋っぽいね。だな。漫画でもそれぞれ舞台が何月かはっきり設定されているから、タイトル通り四季折々のスープを作っているぞ。ちなみにこのスープは10月下旬とのことだ。少しずれてる。今からメイン食材の鮭に小麦をかけるんだが、おっさんはなぜ小麦をかけるのか知らないらしい。うちも知らん。今から鮭を焼くんだが、そのまま焼くと旨味や油が出てしまうんだ。しかし小麦を振りかけておけば、小麦粉が旨味なんかを吸い取って外に逃がすことを防げるとのことだ。使える技だな、小麦バリア。鮭を焼いているうちに、野菜の型も加熱。じゃがいもは前もってレンジで熱を加えています。小麦粉と白ワインを入れて、いよいよクリームシチューを作っていくぞ。みんな安心してくれ。分量は山間だけど、味見をしながら作っていくらしいから。これは大丈夫なのか。想像を超える失敗に落ち込んだこともあったけど、おっさんは元気です。いや、おっさんじゃなくて、料理の心配をしているんだが。もはや打つ手なし。クリームチーズや牛乳が味をまろやかにするかもしれないと、わずかな期待を込めつつ完成画面に行きます。この動画を祈りしてることが多いよね。それじゃ、揃ったところでお願い。はい。下は鮭とキノコのクリームシチュー。おこげ入りだよ。右上の段、タモさんピーマンイエロー、ほうれん草のソテー、冷凍、トマトスライス、ソースカツ、冷凍、左上、日の丸の下にナポリタン、冷凍。今日の感想は誰かな？今日はお嫁さん。いやー、シチュー美味しかった、とのことだ。これは、まさかの、ビクトリー。まさかのビクトリー。おっさんもどうやって味付けしたかわからないから、同じものは2度と作れないらしいぞ。今年も残すところ1ヶ月半、皆さんはやり残したことはありませんか？おっさんの心残りはこれ、メレンゲ作りっす。やっくん、もう帰っていい。ダメですよ。だって豊先輩遅刻した穴埋めで今いるんでしょ。仕事なんだからちゃんと時間は守らないと。あ、画面はおっさんが息子さんに呼ばれてメレンゲ放置の状態です。そういう真面目なところがロンロンと被ってて使いにくいって、おっさんが言ってたよ。料理動画っすよ。料理の話しましょう。フライパンの非常写真も家中に貼っている。サイコパスっぽいキャラに見えるけど、実際は小さな写真入れて棚に置いてあるよね。結構普通でがっかりだよ。寝る前に写真を見るにはあれが一番いいっすよ。あ、ほら、あれっす、メレンゲができましたよー。今からヤックンの部屋の秘密を探しに行ってくる。く、ダメでしょ。勤務中に職場を離れるとかダメでしょ。何が出るかな、何が出るかな。あとは110度で1時間焼いたら出来上がりっす。すいません、一瞬上の都合で退社します。おい、どうしたんだぜ。ふぅー、メレンゲ完成なんだぜ。アーティスティックな形とは裏腹に、家族で取り合いになっての感触。形はあれだが、せーの、ビクトリー。
残された時間はわずかだ。しかし、おっさんはお弁当を作ることを諦めていない。寝坊か、寝坊したのか。今日は手間のかかりそうなものは避けて、炒め物なんかを中心に同時にいろいろ作っていくわよ。まず、おっさん落ち着け。作っているのはきんぴらこんにゃく。一旦煮て、こんにゃく独特の匂いを取ったら、次はごま油で炒めていきます。ちなみにこんにゃく独特の匂いは、こんにゃくを固めるときに使う水酸化カルシウム水溶液が主な要因です。いつもの卵も割れてない。相当に焦ってるな。時間が30分ないからね。どんだけ寝坊してるんだよ。自称、朝に強い男を家族に公言しているけどね。まあ。言うのは勝手だからな。厚焼き卵、厳しい状態になっているな。このまま見ていても視聴者さんにストレスを与えるから、カット、同時進行で進めていた。わぁ。皮を分離するオペに移ります。お弁当の中身紹介。お願いします。右下から、きんぴらこんにゃく、摘出焼き魚、流れ星でごまかす厚焼き卵、ほうれん草ソテー、冷凍、プチトマト、上の段、小さな冷凍みかん、ご飯の上に青菜のふりかけ。なんとか形にはなったな。味はどうだろう。娘さんの感想で、みかんが溶けてたって言っていたわ。まあ、そうだろうな。全体として不評でも好評でもなかったみたいね。よかった、のかな。今日はエビ天を作ります。朝から揚げ物するのか。時間には余裕があるって言っていたわ。おっさんは早起きが得意だから。そうか、なんだ、自信を持つってのはいいことだよな。しかし、5倍速でも隠しきれない。この手際の悪さはどうなんだ。今日はおっさんが頼りにしてる天ぷら粉がないので、小麦粉で適当に作った衣をつけてあげます。すごく衣が薄いな。おっさんの自作だからね。正直に言えば、ほとんど素揚げに見える。衣といえば、日本に伝来した頃の天ぷらは、米の粉が使われていたそうよ。そうなのか、どんな味なんだろう。せっかくなので、エビの頭と、銀杏を揚げてみました。季節のものは素揚げでもいいな。一応、これも天ぷらよ。エビの頭美味しそうだな。そうね。衣が薄いせいだろうか、見た目がさっぱりしているな。まあまあ、お弁当を見ていきましょう。頼みます。右下から、ゆで卵、揚げ銀杏、ブロッコリー、薄着のエビの天ぷら、下にレタスの千切り、上の段、小松菜のおひたし、冷凍、ご飯の上に鮭。今日は誰が食べてくれたんだろう。お嫁さん、娘さんともにエビフライが美味しかったって言っていたわ。エビ天。やあみんな、ここからはあってもなくてもいいと噂の、おまけコーナーだぜ。答えていきましょう。最初におっさん宛て。あ、はい。おっさんお弁当に常備菜使わなくてすごい。冷凍という名の常備菜。おっさん、不妊だったけど妊娠できたよ。素晴らしい。本当におめでとうございます。家の中がますます賑やかになりますね。一回巻きやめろ、わら。でも諦めない。次はフライパン。お願いします。11月11日ポッキーの日が結婚記念日ですが、3年目にして旦那が忘れていたフライパン祝って急。結婚記念日おめでとうございます。これってやっぱり旦那さんに祝ってもらわないといけないんじゃないかな。次です。私は29になったよフライパン祝って矢印。お誕生日おめでとうございます。次の1年も成長、健康をお願いします。次のコメント、星レンジ先輩の普段着もホスト風なんですか、星。なんで俺に質問。いいから答えるんだぜ。服装は覚えてないけど部屋が片付いてたのは覚えてる。はい、フライパンありがとう。コメントありがとうございました。そして、残りのコメントね。どんとこいだぜ。1つ目、この動画シリーズの中毒になってきたんですがどうしてくれる。同様、一ヶ月ぐらいで飽きるから大丈夫だぜ。ネクスト、今度めいっこちゃんが生まれて一年になります。何かいいプレゼントってありますか？余裕があればしっかり洋服一式とかがおすすめだぜ。次のコメント、この動画のおかげで大学准教授になることができました。ありがとうございます。このように、この動画は学業成就や金運アップに効果があるとされてるぜ。ということは一切ありません。次で最後ね。ツイッターやってないけどイラスト送りたい場合ってどうすればいいですか？ニコニコ星画やピクシブなんかにアップして、最新動画に報告してくれれば、おっさんが受け取りに行くぜ。おっと、今週はイラストいただいたわよ。おう、サンキューなんだぜ。
ファーさん、はじめまして、毎週楽しく見させていただいてますみんな好きなんですが、特にロンロンのファンです。アナログモノクロですが書きました。これからも楽しみにしています。ロンロンって石さんに人気がある気がするな。よそ様に書いていただけるなんて本当に幸せものね。次にアイレさん、はじめまして、応援してます。豊文字流奔放なキャラとして石さんから人気があるな。そしてまな板さん、お疲れ様。まあ、真面目なキャラばっかりなのもつまらないしな。すいません。いや、お前ではない、絶対に。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。毎週でしかもしょうもない動画に、1000を超えるコメント、200を超えるマイリス、おっさんの動画更新の励みになっているぜ。ありがとうございます。いきなり出てくるな。タグ、宣伝、商品登録、ツイート、そしてスレマ、これもありがとうございます。それじゃ、皆さん。いってらっしゃーい。だぜ。